景曇り空、甲子園球場です。セ・リーグ公式戦、阪神タイガース対広島東洋カープの6回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ、とにかくね、あの1、2番の出塁ですよね。まあ、その辺が打線のつながりを生むと思いますよ。では、そのあたり注目していきましょう。バッターは7番に入っている鈴木。この回先制となるスリーランホームランが出ています。まず何を投げてくるか。初球ボール、豪快なスイング打ちました。打球はセンターへ。これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。西岡が打席に入ります。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。高めのボール打ちました。レフトへ打球伸びる。ここはフライになっています。レフト掴んでワンアウト。7番から始まるカープの攻撃、鈴木がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。タイガースビハインドで迎える4回です。さあ小宮山さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいですよね。ここで点を取られると投げてる自分が一番苦しくなりますから。粘りの投球ができるんでしょうか。またファウル。これがチーム2本目のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。タイガース追加点を許します。4対0。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミングが合ってましたからね。点が入りました。リードを広げられています。タイガース得点圏にランナーを背負った場面です。こういうところでの無駄な失点はしたくないですからね。集中していきたいですよ。うん、そうですよね。まあ、ただ彼はこういう場面でギアを上げられるピッチャーですから、抑えてくれるんじゃないですかね。打ちました。レフトが追い込んで入りました。ホームラン、スリーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。小宮山さん、現在のピッチング警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。なんとも痛い失点となります。打った瞬間に分かるよ。そして鈴木、この打席でホームランを放てば今シーズン20本。最初は変化球できました。低め外れました。ボール先行です。打ちました。あっと強い当たり取れない。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー2塁1塁。西さん、
投打ともに流れに乗ることができませんでした。明日以降期待したいですよね。そうですね、あの気持ちを切り替えてね、あの明日以降に新しい気持ちで臨んでほしいと思います。本当にそうですよね。勝ったカープ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のタイガースですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガース敗れてしまいました。今日の解説は富山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。